やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロンマチュール、こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。3つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、4つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエス可能でご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、1人1回2問までです。で、1回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい、では本日1問目です。瞑想はどの効果が期待できますか？6択。はい、なるほど。瞑想ね、何聞くって出るかな。お坊さんがね、入ってやるくらいですからね。ヨガとかでもね、どんな効果。タワーの逆なんだね。いい意味でなんかいろいろ壊してくれるのかな。はい。集中力。記憶は違うかな。老化防止も違うかな。不眠の改善、死神。ほう。あ、死神。でも強烈なカードだね。不眠でしょ？で、これ逆にいいですかもね。なんか、不眠の改善、眠れるっていう、眠れるでしょ？眠りそうだね、これね。自己肯定感、太陽の逆、メンタル、あー、ズバッと出ました。1と4、私これイエスだと思うんだよな、死神。なんかノーじゃなくて、この場合、眠るっていうことに関して。なので、ちょっと変則的な読み方だけど、1、4、5もかな？ 1、4、5で。うん、はい。北方領土は日本に返還されますが、これも過去に何度も占ってる気がして、どうだったっけかね。返されない的なカードがいつも出るような気がするけど、1,2,3,4 択。10年以内、50年以内。あ、世界のカードが出たよ。なんか、いつかは返還されることはない悪魔。難しい。ズボン取れました。難しいな。あー、でも、50年以内に世界のカードが出た。いいカードが出た。いつかはあの悪魔もいい。なんか嫌だけどね。呪縛、束縛のカード。10年以内はないかな。これ2、3、4でどれもイエスって取れるの。非常に難しいね。対策じゃない。キーのカードが正義の逆でしょ。今、どっちにも転ぶアンバランスな世界線にいるかもねって思っちゃった。2、3、4のいずれかで。全然違うけどね。2、3と4には大きな壁があるんだけど、でもどっちとも取れんだよね。変換されることはない。難しいね。うん。とりあえず1以外でお願いします。今現在時点で1以外。もうちょっと先に占おうか。10年以内ないならね。続いて、8月29日、木星に何かが近づき、先行する映像が日本で撮られたが、その正体は何か。隕石、UFO、その他。隕石、UFO、その他。待って、ズワッと出ます。全部イエスっぽいカードが出てきた。困ったね。ああ、困った。なんだろうね。隕石という方は人のカードなんだ。その他、悪魔の逆。へえ。で、キーのカードが欲しい。
難しいね。これその時に複数木星に何かが近づき、なんかいろんなことがその時起こってたとか、そんなことはない。一つじゃなくて、とりあえずちょっとこれそんなの答えになってないって言われるかもしれないけど、1,2,3 全部イエスで出ちゃったの。うん、なのでその時な何かいっぱい何か起きてたような気がする。いう。なので。苦しいな、これ。とりあえずカード上読む。うん。読んでか、パパって。うん。全部イエスって出ました。はい。で、2番目。木原夫人元との開始事件の夜、子供2人はどこにいましたか ?3 択。その他も入れる。その他。これこそ答えが、複数出ると困るんだけど、1,2,3,4,5,6。どこにいたか、現場の家、親の家違う、兄の家。あー、でも1、これでいいかな、現場の家だと思います。はい。まあ、その他入れちゃったけど、まあ、1がイエスで出たから1でいいと思う。現場の家で、はい。続いて、1. タロットをすればするほど占い者の生命エネルギーは消耗するか。2. タロットをすればするほど占い対象者の占われる側ね。例えば私がジャニーズはって占えば占うほど消耗するか。はい。1が占い師。占う側。2が占われる側。消耗するか。どうなんでしょうね。とりあえず消耗するよっていう話は聞いたことないけど、どうなんでしょうね。悪いカードが出たら消耗かな。はい。審判だけかな。そうだね。なんか、すごくこう疲れそうなカードが出たね。占われる側は関係ない。ズバッと出ました。あー、占い師は消耗すると思う。うん。なるほどね。まあでも、そうだ、どんな労働でもやりすぎは命を削るよね。そう、なんか、同じだと思うよ、なんか。うん、やりすぎ、働きすぎ注意ですね。すればするほど削られるか。審判の逆。1イエス、2はノーで。はい。対策注意点が4だったでしょ?なんか正しい方法をしてれば防げそうな気もするけどね。はい、続いて。あ、これいいご質問だね。確かに。試合で声援はパワーになりますか?多分これ質問の、なんか、タイミング的に、慶応対仙台育英の野球の試合のあれ思い出すね。なんか声が大きすぎたみたいな。仙台育英がかわいそうにみたいなやつあったよね。試合で声援はパワーになるか?はい。で、2番が声援ではなく、心で応援とか念じた方が力になるか。なるほどね。あ、1に一気に占っちゃう。じゃあ、1番目は声援がパワーになるか。で、2番目は、心で念じた方が、いや、力になる。どっちでしょう。心で念じる。いや、声に出した方がいいと思うんだ、なんか。女帝の逆。そう。そうなんだ。パワーになるか。そんなネガティブカード出さなくても。2番、念じる。ああ、ズバッと出ました。まあ、これもさっきのなんか占いのと似たようなカードだね。なんか、やりすぎ注意だね。過剰だとダメだと思うよ。キーのカードが女強固なので、なんか、多分ね、いい声掛けとかもあるはずなのよ。やる気の出る声掛けとか。でも、そう、ただ闇雲に声っていう、わーみたいな。なんか、頑張れみたいな、なんか、そういうんじゃないって言ってる気がする。計算された声掛けをすべきみたいな感じがしますね。計算されて、ちゃんとこう、コントロールされた賢い声掛けみたいなのは聞きそうだけど、闇雲に声を出す、音を出すみたいなのは、そりゃ違うって言ってそうな気がする。で、念じる、そう、めちゃただ音出すだけ、声出すだけ、中身がない声を出すだけな、あるじゃん、なんかもう、いやいや、いやいやっていうか、なんかね、応援する側もさ、
なんかね、こう学校単位でそれこそさ、野球応援しなきゃいけない。なんか、めんどくさいなみたいな気持ちが入っちゃってたりさ、心からの気持ち、プラス、なんか正しい声掛け、正しい内容ならすごい聞きそうだけど、じゃない、ただのわーって音だけ、音とか声だけっていうのなら、黙って念じてた方がいいかもね。難しいな、イエスの方が。家、1、1、パワーになりますから、多分ね、ならないことはないんだけど、だから三角、内容によるって感じ。内容とか、声をかける言葉とか、過剰なのはやりすぎ注意みたいな感じ。2は、イエス。念じるのも良さそうだよ。はい。続いて、字について質問を2つ。1、頭がいい人は字が汚い。2、字が汚い理由はどれか。ああ、これ、頭、IQ の高い人コミュニティに入ってて、これね、聞いてる人いたよ。皆さんは字が汚いですか？みたいな。確かに汚い人が多かった。で、これね、占い関係なく言うと、一番、汚い人が多いのは確かだと思う。イエスで、二番は、三の回転が速くて字が追いつかないが、多分一番多いと思う。で、二の発達障害も結構な割合で言うと思う。遺伝ってなんだ？遺伝、発達障害は遺伝するから、そういう意味での遺伝はあるかもしれないけど、遺伝で字が汚いは多分ないと思う。練習不足もないと思う。賢い人、練習不足。多分ね、書こうと思えば綺麗に書けるんだよね。そう。書く必要性を感じないとかじゃない？なんか。でもちなみに私もノートとか、なんか、ほんと読めない字書くけど、暗号みたいな。それは自分だけ読めればいいと思ってるから。人に見せるときは綺麗に書くけど、自分だけ読めりゃいいみたいなときは、むちゃくちゃな字を書くよ。自分で後で読めないみたいな。それは、必要性だよね。なんだ、TPO に合わせて汚さ度合いをコントロールしてるみたいな。で、頭がいい人は字が汚いか。イエスかノーか。頭がいいはこれ、IQ が高いでいいですか？ね。なんか、定義が難しいんだよ。地頭がいいとさ、なんか、そう、勉強ができるとあれが違うの。IQ が高いんですよね。字が汚い。汚いと思う。マジシャンが逆向いてるもんだって。ね、スキルのところが、向いてるから。そうだね。でも、本質的に汚いわけじゃないと思う。1、イエス。表面上だよね。だから、表面上汚くしちゃうのはなんでか。みたいな。なんでか、1、2、3、4、5。遺伝、発達障害。練習不足。タワー。練習不足にタワー。その他、いいんじゃ。ズバッと出ました。どれだろう。発達障害関係なさそうだな。と、遺伝も関係ない。発達障害悪魔の逆か。待って待って。頭の回転が速くて字が追いつかないだと思った一番、一番多いと思った3ね。3が吊るされた男の逆なんだ。あ、これ違うのか。なんだろうね。練習不足にタワーが出てる。で、キーのカードは女強行。なるほどね。なんだろうね。難しいね、これね。発達障害はありそう。あと、これらなんだ。みんな黒いカードなんだよな、ね。総合的に見て、これ、ちょっと名が正しくなるので書かないけど、やっぱりなんか書く必要性、綺麗に書く必要性を感じてこなかった。みたいな。そう。なんで綺麗に書く必要があるのですか？みたいな。そういう、多分そういう計算が働いて、汚く書く方の効率、汚く早く書く方の効率を、がそっち、綺麗に書く、ゆっくり綺麗に書くよりも上回ってるから、利点がね。そういうことじゃない？
だと思ったよ。うん。綺麗に書いても別に何も意味ないじゃんみたいな、そこに意味を見出してないみたいな感じ。多分意味があったら綺麗に書くと思う。それこそ書道とか、私書道やってたから、そう、綺麗に書こうと思えば書けるけど、綺麗に書く意味がない場面では書く必要ないじゃんって、そういうことじゃない。長いから書かないけど。です。そうね。それでお願いします。続いて。家族がダニアレルギー、ハウスダスト、春には花粉症がひどく、毎日薬を服用しながらの生活です。空気清浄機が効果があるかね。なるほどね。空気清浄機、そう。あれ、どこまで効果があるんだろうね。ね。すごいあるのかな。どのくらいの細かさまでいけるんだろう。ダニ、ハウスダスト。これは、悩ましいよね。非常に悩ましい。あんまりないか。なさそうだね。ズバッと出ました。なさそう。どうしたらいいのみたいな。なんか他に選択肢があったら言ってください。なんか、なんだろうね。布団を干すとか、もう掃除しかないとか、掃除機でひたすら吸うとか、ちょっと空気清浄機は当てにしない方がいいかなって思った。続いて、以前障害者の雇用条件が良くなるという占いを見ましたが、増えるのはどちらでしょうか？お給料か、や、に、社会保障の金額か。雇用条件。ね、占ったね。うん。その他はないの？その他みたいなのは、なんか、雇用条件、雇用されやすくなるとかさ、雇用の枠がさらに増えるとかさ、そういうのもあるかなって思ったんですけど、3その他。はい。障害者雇用のお給料悪魔。それはダメか。社会保障の金額。あ、これは上がりそう。その他、他は。なんか全体的に暗くてあんまりだね。ズバッと出ました。2かな ?2。うん。社会保障の金額がなんか良さそう。あ、なんか他が悪かったね。全体的にネガティブな感じだったね。はい。では今日は以上になります。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなのでパンの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。